皆さんこんにちは。今回はお勤め着の着方を紹介していきます。それではどうぞ。まず最初に足袋を履きます。次に襦袢を着ます。襦袢を帯で留めます。帯の位置ですが、胸の下あたりに留めた方が着崩れしにくいので、胸の下あたりで留めてください。次にお勤め着です。お勤め着を羽織って両袖を引っ張って、門がほぼこう同じような位置に来るように合わせてください。鏡があると合わせやすいです。大体こんな感じです。次にそれを帯で留めます。こんなに長い帯を使う人はあんまいないと思います。短い帯とかがたくさんあるんで、それを持ってる人はそれを使った方が留めやすいと思います。これは骨盤の上あたりの位置で留めてください。結んだら後ろに結び目を回します。背中のシワを伸ばしながら、こんな感じですね。微調整してください。次は袴です。帯の長い方と短い方があるんですけど、長い方が前です。短い方が後ろです。こういう台形のやつがあるのが後ろです。でまずは前から留めていきます。足を通してさっき巻いた帯の上あたりで紐を後ろでクロスします。でこの時こう袖が巻きついたりするんで取ってあげてください。また前でクロスして後ろでお尻の上で蝶々結びをします。で結べたらお尻の下まで下げます。これできつく締まります。次は後ろですね。後ろはこのヘラみたいなやつをさっきクロスした紐のところにかけて落ちないように留めます。こんな感じですね。で短い方の紐を前でクロスして、上に来たやつをさっき巻いた紐全部を下から通します。こんな感じで、でこっちの横に出たやつをこの長さは、その人によって変わってくるんですけど、だいたいこのぐらいですね。このぐらいに折って前でキープしておきます。でそのまま下から通したやつを
また下上から通して、下から通して、これを繰り返します。横の留めた帯と、まあ、大体同じような感じですね。十字になったら OK です。あとは鏡を見ながら微調整してもらったらいけるかと思います。今回のお勤め着の着方ですが、あくまで参考程度に利用していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。